どうもじゃです。今回は100万ドルの道しるべの特報内での終盤の服部のセリフの意味について徹底考察していきたいと思います。まだご覧になられていない方はぜひ概要欄に特報のリンクを貼っておりますので、そちらからぜひ閲覧ください。また現段階での名探偵コナン最新話の内容にも軽く触れますので、ネタバレ注意でお願いいたします。それでは行きましょう。ではまずその意味深なシーンとは一体何なのか。それは特報映像をご覧になられた方はすでにご存知かと思われますが、服部が日本刀でキッドを切り裂いてモノクルを吹っ飛ばし、お前その顔と発言していました。この場面、皆さんはどのような解釈をされましたか？ここから推測できる考察はいくつかあって、まず服部が沖高真一と勘違いしている可能性についてです。今まで服部はキッドの素顔を直接見たことはないため、工藤真一もしくは沖田総司と間違えている可能性は十分ありえそうです。単行本96巻アニメ版983話から984話、キッド VS 孔明狙われた唇というお話で、その時キッドはカズアの変装でしたが一応対面はしています。ここで現時点での名探偵コナン最新話1119話から1122話までの内容を踏まえる必要が出てきますが、このお話ではコナンがキッドへ、なんで俺に顔が似てるんだと問いかけ、キッドはもともと祖先が同じだったのではと伝えます。さらにキッドは声も変えていないとのこと。公式設定でも新一とキッドの顔や体型、年齢や身長など全て瓜二つとなっています。つまり黒羽海斗の父黒羽統一と工藤新一の父工藤優作は何かしらの関係性があり、有力な説としては双子もしくは兄弟説も一応存在しています。このあたりの伏線も来年、つまり2024年に公開される100万ドルの道しるべで明かされたりしたら、かなり面白い展開になるんじゃないかなと思います。次に考えられる予想は、沖田がキッドに変装している場合です。しかしこれほどまで完璧にキッドへなりすませられるかという点については少々疑問ですが、特報の映像を見ても剣道の達人である服部に対し互角にやり合っているので可能性は否定できませんね。しかしあらすじによると、キッドは別の人物へ変装した後服部とバトルしているわけなので、さらにキッドが変装しているとなると少し不自然な感じもします。キッドの運動神経ぐらいなら剣の扱いにも長けているのかもしれませんね。仮にキッドが沖田の変装だとすると、尾上家の屋上で服部と沖田の剣道の達人同士のバトルが拝めるのでとても最高ですね。続いて別人がキッドに変装し服部をおびき出すための罠を仕掛けている可能性についてですが、特報やあらすじを踏まえると信憑性はかなり低そうです。最後に服部のお前その顔に続く文を顔以外で考察してみると、単行本16巻アニメ版76話、コナン対怪盗キッドで、このお話ではコナンは初めて見たキッドに対しキッドの年齢の若さに驚愕している様子だったので、今作も同様に服部はキッドの年齢の若さに驚き、俺と同い年ぐらいか的な流れも結構ありえそうな気もしますが、皆さんはどう思いますか？あとお話は変わりますが、超特報で登場した五稜郭の星型のマークが付けられた日本刀と、特報で出てきた星型が付いていた日本刀の束の部分の紐の色は超特報では黒色、特報では白色だったため2つとも別物と考えられ、個人的に超特報で出てきた日本刀に対しキッドはお宝ねと発言していたので、あらすじなどを踏まえても日本の配色濃厚だった戦況を一変させるほどの強力な兵器である日本刀は超特報で映し出された束の紐が黒色の日本刀を指しているのかなと予想しております。以前青山先生は2003年に公開された迷宮のクロスロードが好きな方は今作も好きだろうとおっしゃられていたので、超特報の日本刀は迷宮のクロスロードで服部が使用した強力な日本刀のように今作も一瞬で切り裂けるぐらいの日本刀だとしたら結構納得できます。あくまで個人的な推測なので現段階での予想と全く異なる場合も大いにありますが、早く結末が知りたいところですね。ということで今回は100万ドルの道しるべの特報での服部の終盤のセリフの意味を紐解いていきましたが、他にもこんな考察してほしいなど意見やリクエスト等ございましたら、ぜひコメント欄にてお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。